ムチワクドです、引き続き金沢で20代で、オンエア業をしてセミリタイヤした中松さんとドライブ中なので、今日はですね、収入事情について伺えればなと思って動画を撮っております。実際どれくらいの物件買ってどれくらいの収入が入っているのかみたいなのをちょっといろいろ聞いてみたいな。聞いちゃった。大丈夫でしたっけ？うん、大丈夫。じゃあ不動産投資始める前、物件まだ持ってませんみたいな時の年収ってどれくらいだったんですか？まあ、300万ぐらい。これ3000万とか売れたらどうしよう。だからできたんかいみたいな。300万ぐらい。そうなんですね。18から働いてて、18の時の方がちょっと給料上がったから、工場では交代制で働いてたから、ボーナスも高くて、それでも400万ぐらいかな。ただ始める直前はそれぐらい。始める直前は300万。マジか。え、今はどれくらい、その一応解説すると、不動産投資って家賃がマックス入ってきて、そこから銀行からお金を借りて物件買ってる場合は、その返済とか、あとは電気代とかなんか差し引くんですよ。でそれを全部引いた後のその使えるお金を、ちょっと業界用語っぽいですけど、キャッシュフローって我々は呼んでいて、キャッシュフローって言ったら、まあ年収みたいな感じで思っていただければイメージ近いかと。で、今はキャッシュフローは？キャッシュフローは900から1000万くらい。いいな、そんなんですか？うん、ですね。そんな20代で、だから、でそれ、ぶっちゃけ1週間に1日多分、それ作り出せますよね、働くの。うん、もうそんなに。そんないらない。そんないらないんだ。すげえな。そっか。1000万、働かなくて。だからこんな自由に遊べてるって感じです。ねえ、いいよね。最初の1棟買ってどれくらい入ってくるようになったんですか？最初の1棟は、まあ、1棟っていうか、戸建てを買ったんですよね。そう、3棟。戸建てが3棟で、1棟あたり5万3000円で貸してて、15万9000円か、毎月。3つだからですよね。3つで。結構な収入ですね、それだけでも。で、借り入れ1000万の返済15年とかやから、毎月7万返済ぐらいかな。じゃあ、で7万ぐらいの、これ。そうやね、8万ぐらいかな、8万ぐらいは。いやー、それめっちゃでかくないですか？だって、めっちゃでかいね。80？ もうちょいか。96万上がるってことですよね。ざっくり計算で、ね、年収が。そんなことあるって感じですよね。会社員でそれやろうと思ったら、いや、何年騒ぎって感じですよね。そうなんですよ。いや、本当に物件買っただけで上がるんですよ。年収100万ぐらい、簡単に。まあ、簡単じゃないけど。ちょっと持ったっすけど。でも、会社員で週給与上げるのと、すげえ西日、これ大丈夫かな？大丈夫。うるさいね、見えてなかったな。会社員で上げるのと、物件買うどっちが労力大変かって言われたら、僕は会社員で上げる方が大変だと思いますね。で、2個目が何でしたっけ？ RC。 2個目は RC。 RC っていうのは鉄筋コンクリートの略で、なんて言ったらいいの、それ以上わかんない。リインフォーストコンクリートですよ、確かに。そうなんだ。それで RC って言うんですよ。鉄筋があって、鉄の骨みたいなのがあって、その周りにコンクリートで固められてる物件ですね。まあ、一番持つって言われてる構造の物件を買われた。うん。で、それを買って、いくらぐらいでしたっけ？数千万とか。それが、実際です。それが結構大きくて、毎月40万ぐらい家賃が入ってきて、はい、返済が15万とか。じゃあそのキャッシュフローは30万から35万ぐらいになる。いや、25かな、月。あ、そうだ、計算間違った。やべ。そう、計算できなくても不動産投資できるね。そう、できる。25。いやー、それ一発かけ25か。ね、給料ぐらい。いやー、それテンション上がりますね。テンション上がった。で、そこでもう、脱サラしたから。あ、そうなんですか。そんな早いんだ。そうそう。え、物件2個っていうか、なんかその2パッケージみたいなの買ってやめたんですか。すげえな。まあ生活はできるんやろうと。いや、それすごいな、かっこいい。で、その後もじゃあ借りてるのもすごいですね。まあ確かに。あ、でもそれはまあ自分の法人もあらかじめ作ってあって、あ、そっちでパソコンの販売事業を、あ、それでも、ね、その法人で、まあ、入れてあって、でもその数字も一応頼りにしてたから買い入れたっていうのは、なるほど。それも大きい数字
ではないけど。でもあれですよね、1個買って5万増えるとか8万増えるとかっていう話じゃないですか、うん、だからそれくらい増えるってことですよね。2万3万とか増えるね、増やせられますよね。増やせ2万3万なんて絶対できる、絶対できるすぐどんな物件でもできる。じゃあやっぱやらない理由ないですよね。そう、僕は最初8500万の物件だったんですよ、うん、買ったの、まあ、それ父親と一緒にやったから買えたんですけど、うん、8500万で今に 7% ぐらいだから多分400万500万ぐらい、ちょっと今計算してないんであれですけど、ぐらいに家賃が入ってくる物件買ったんですよ、僕の場合は。で15万とかですね、確か16万とか15万とか毎月キャッシュフローが残る物件なので、それ200万ぐらい、そうか、200万ぐらいは上がるんですよね、年収が。びっくりしましたね、まあ、実感なかったんですけど実感ないよね、なかなか。その、まあ、今1000万ぐらいってことじゃないですかね、いわゆる年収が、うん、今後それって増やせるもんなんですかね。それを、まあ、ただ規模を拡大していけば増えていくもんだと思ってるから。今はそれでもすごくないと思いません？あ、僕らは慣れちゃいましたけど。そう、慣れちゃったから、これを今10倍にしようって思ったらできるなって思ってる。結構マジ1億もできる、いけると思ってる。まあ40代とかには多分いけるますよね。そう時間があるからね、うん、だからそこに対してなんか1億すげえみたいなのあんまないから。ああ、もうあの工程を分解できてできちゃうから。じゃあモチベーション湧いてないんですよ。それより経験とかって感じです。そうだね。そうだ、その青天井に増やせて、しかも時間が引っ張られないじゃないですか、うん、何それって感じでしたけどね最初知った時ねそうやね、何それっていいってなるよね。そんなのいいのってなるよ。しかもお金借りてきてそうね、人様からお金借りてきて家買ってお金増えるってどういうことみたいな。本当やね、よく貸してくれた、ありがたいな。年収300万とかですね。で何千万。いや、それすごいっすわ。よくしてくれたね。まあでも年収がそんな15倍、10倍になったからといって、多分そんなに感覚はもう変わらないって思ってるから。幸福度とか。そう。僕も持ち欲しいけど。まあ、持ち欲しい。本音がね。やっぱ、多分、まあ、多く狙いたいみたいな話はありましたよね。でも、あれらしいですよ。今ちょっと余談になってますけど、やっぱ年収とかに幸せを求め始めると、うん、最近すごいそういうこと言ってくださる方が周りに多いんですけど、うん、やっぱ再現性なくて、うん、なんか孫さんみたいに経常利益1億出しても、あ、1億じゃ1兆出しても、まだ通過点ですよ、ね、うんうん。どこ行くんすかみたいな。だいぶ行ってませんもんみたいな。まだなるらしいですけどね。まあ孫さんは孫さんで多分もう全然違うところに行ってる。まあそうですね。なんか感覚はもうちょっと別人なんで。でも1億いったら5億行きたくなって、5億いったら10億行きたくなりそうな気もしますけどね。まあでもお金を見とったら多分そうなるけど、ありますよね、それはでも大したモチベーションではないよね、もうその金額の単位っていうのは。まあお金持ちになるとどんどんお金持ちになりやすくなるじゃないですか、だからそれこそ年収1億とかになって、それを3億にするのって銀行さんも多分いっぱい貸してくれるし、イメージできるもんね、うん、こうしたらこうなるって、こうしたらそうってことになるやろうし。でもまあ2、3年ですよね、今のフリーな生活というか、うん、なりたかった自分を作り寄せたのって、うん、まあよく3ヶ月で何億買ったとか、うん、そういうのもてはやされてますけど、うん、真面目に普通にやっても、うん、5年不動産投資やったらやめれますよね。でも楽勝やと楽勝っすよね。楽勝やと、まあ、ただその支出が多かったらどうしてもないけど。支出？まあその使うお金、あ、支出ね。ああ、支出が。出るお金がってことですよね。そう、出るお金が大きい人は、もっとかかるかもしれないけど、普通の生活してる人は。できますよね、コツコツやってたら。できることだって、まず今貯金するお金のペースがあって、それに例えば毎月5万とか入るんだったら、ね、回転早くなりますよね。うんうん。でも現金買いもできるかもしれないよね、5年あれば。現金も食べれるし、現金で、まあ、ちっちゃいの買って、それを担保に次の。そうですね、うん、そういう戦術もありです、ね、そう結構いろいろ考えれるね、時間が5年あれ、もし知ってたら教えてほしいんですけど、うん、その
先輩の川上さんとか、うん、あの出口さんとかいるじゃないですか、うん、彼らはどれくらい稼いでるんですかね。出口さんも同じ20代ですね。28、9、うん、そう、29か9になるじゃないですか。出口君は今の資産規模で言ったら4億ぐらいかな、まあ、ちょっと売却もあったから変わってる。そんな買ってんの出口さん。うん、でキャッシュフローで言ったらまあ、2000万ちょいぐらいかな。いいなぁ、うん、いやすごいねすごいですね。20代でセミリタイヤだけでも十分すごいですけど、で2000万ってもうやりたいことできますよね。全然川上さんはどれくらいいってんだ。川上さんは資産規模で言ったら20億ですけど、ね、で今のキャッシュフローはあんま考えないけど、まあ、1億はあるよ。え、そんなあるんですか。あるある。キャッシュフローある。すげえ。利回り高い金が多いから。すごいな。もうやっぱじゃあお金は借り入れ期間は短いな。お金は空気ですね。うん、でも借り入れ期間短いからいいですよね。あの、うん、あ、そうそうそう、バランスシートというかね、ちょっと専門的なあれですけど、資産配慮良くなりますよね、うん、いいな。じゃあ2年頑張ったら1000万ぐらいはいける。うん、地域にもよるのかな。そう、地域にめっちゃよると思う地域はすごい。でも500万作るのはいけると思うんだよな、僕。どこでも頑張ったら2年500万作るのっていうの。あ、ごめんなさい、キャッチフロー500万作るのは、年収500万不動産作るのは、うん、2年3年やったらどこの地域でもできるんじゃないかなと思うんですけどね。うん、まあ、属性がいい人やったら結構もっといけますよね、うん、はい。なんか最低やっても、金属年数1年とかでしたよ。うありましたね、すごいわ。はい、ということで、気になるのはリアルな話ということで、20代でセミリタイアした中松さんに話を聞いてみました。すごいですね。1000万でもすごかったですけど、そのお師匠さんたちの2000万と1億ともちょっとビビったっすねいいですね。僕もちょっと頑張ろうと思いました。まあまあ、でもこんな感じですね。リアルにあの作れるし、もっと稼いでる人とかも中にはいるので、あのコツコツやってったら十分資産を形成できるのは不動産投資の魅力だと思うので、いいですよっていう感じですね。はい、ということで、今日の動画が良かったなとか勉強になったとかあったら、高評価とチャンネル登録にしていただけると大変嬉しいです。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。